ました。すげえ。まあもうベタベタな観光地ですけど、やっぱ実際見るとすごいですね。いやあ、はい、イタリア人なのに日本語で YouTuber やってるんですよね。はい、はい、ダビデさん。ダビデと申します。チャンネルのリンク概要欄に貼っておくので。ああ初コラボです僕。はい、初コラボですか。おめでとうございます。はい、YouTube やってる人とは初めてなんで。いやいやいや、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、とりあえず一緒に今日は観光に行きたいと思います。ってからめちゃめちゃ上手ですね。日本語がそういうやったことではないんですよ。まだまだ知らないことばっかりね。それすごいでしょ。ね、もうマジすごいですよね。で留学なしですよね。はい、もちろん全部まあ独学で。そう、留学ねできない人の希望になりますよね。はい、だってあ確かにそうですよね。うん、はい、僕も英語ぐらいねちょっとできないと。私も英語は全然ダメなんで。逆に英語はあれなんですか。ダメで、もう日本語一筋なんで。すごいですね。なんかちょっと工事常にしてるんですかな。いや一応これは内部鉄の新しい工事なんですけれども、はい、15年前からずっとこのまま、もうなかなか進まないんですよ。もちろんイタリア人はね本来は仕事が丁寧なんですけれども、はいはいはい、でもここはね遺跡のいっぱいあるので、はいはいはい、なのでいつもね花を折ると必ずなんか出てくるので、はい、フランスとかはなんかストライキがすごいいっぱいあるイメージで、はい、なんかそういう一環なのかなって一瞬思っちゃったんですけど、まあまあそういうわけじゃないんですね。そうそうそう、一応誤解のないようにじゃあまあお互い様だと思うんですけど、やっぱ知らない文化だと結構変、まあ、なんか先入観とか、はい、もう僕も全然知らないこともたくさんあると思うんで。あ電車乗ります。あではなく上の、はい、そう僕そのダビデさんにこう、はい、ご連絡 DM で DM というか、ね、メールで、はい、YouTube 見て差し上げたんですけど、はい、その理由がどこにしようか決めた直後にこうコロナの関係なんかそのイタリアとかでなんか音楽院でしたっけ、なんかアジア系の生徒さんなんかレッスン受けさせないんですか、はいはい、なんか音楽そんな感じでしたよね、はい、そうのアジア人差別みたいなってか、はい、日本でも結構ニュース多分見た人もいると思うんですけど、それどうなのかなと思って、うん、ちょっと行こうかやめようとした時にその調べたついでにダビデさんの動画見つけて、はい、ちょうどねその動画出されたんですよね、そうですね、みんなが心配なされてたので、そうそうそう、でまあ少なくともダビデさんは人そうだからまあ大丈夫かなみたいな。ダビデさん訪ねていけばまあ最悪な旅にはならなさそうだなと思って決めたんですよね。だからなんかイタリアすぐ行かなくてもね、なんかいつか行きたいなと思ってる人すごく丁寧だし実感こもったね。あんまりこう、はい、なんか持ってなんか大げさに言ってないというか、結構真摯にいいことも悪いこともちゃんと言ってくれてるんで、すごい参考になると思うので、はい、チャンネルチェックしてね。イタリアにもまあ残念ながらウイルスがちょっと拡大してしまって、そうそうそう、はい、ちょうどねこれ撮ってる昨日のニュースかなんか見たら日本を超えた。もう日本も超えてもうちょっとやばいんですけど、はい、でも一応北イタリアだけの状況なのでローマは全く大丈夫なんですよ今のところ。なんかミラノ、ベネチアに行く予定のある方は今美術館、はい、大聖堂も閉鎖しているので、そうですね、カーニバルもね、はい、途中で切り、まあまあもちろん一時的な対策なんですけれども、はい、まあ一応ちょっと様子を見た方がいいと思います。まあそうですね、ローマのイタリア、まあローマか南イタリアならもう大丈夫です。一応今のところはね、もしかしたら明日はもう全然変わるかもしれないんで、まあ、そうしたらカットしてください。僕は頭おかしいんで、まあ、出かけちゃいましたけど皆さんはねちょっと様子見て、はい、僕も帰れなくなるかもしれないから分かんないですけどね。もうそういうことが起きないとも限らないから何が起こるか分かんないですからね今ね。もういやいやいや前向きにね行きましょう。いやすごいな、どこ行ってもねもうほんと適当に撮ってもいいんで、逆に編集が。
これ遺跡ですか、ボロロン。はい、一応遺跡なんで。あれも直してるんですか。はい、これもね、なんかもう昔のことなんで、なんか修復工事しないと維持できないんですよね、こういうの。はい、すごいですよ、ジブリじゃないですかこれ、ね、ジブリで見たことある、ね、もちろんこれはみんなここから見るんですか。今こんな感じなんですけど、一応あの向こう側に、まあ、このエリアは全部あの昔のローマ、古代ローマ中心地だったんですけど、で向こうのエリアには有料のエリアなんで、チケットを払うとあの散策することもできますけど、はい、でもあの上から見ても一応そうですね、はい、まあ、ね、迫力があるので。すごいな、見てくださいよ本当にどこ歩いても本当にこんな感じだから、本当にね、いやこんなところにコンビニなんか絶対立たないです。あの空気読めってなりますから、ね、あった方がいいのにね。うんこれは何、これもあのフォローマーの一部、あこれは遊戯王のエリアなんで、一応はい、チケットを、はい、払わないとは言えないんで。なんでここは有料なんですか。まあね、一応これは歩けるように整備されてるので、あ、はい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 、はい、あ、なるほどなるほど、というか、あ、単純に、うわ、どうですか、すごいな。本当こういう切り取り方するとね、はい、タイムスリップしたみたいな感じになるんですけどね。なんかここに観光客いるよそう、まあ元々はこのエリアはね、このコロゴマーノのエリアは全部、まあ、このような形でね、想像してみてください。なんか大理石でね、で、なんか市役所、銀行、神殿、こういうね大事な建物がここに全部あったんですけど、でもローマ帝国がなくなった後、中世時代からこのようにねちょっと荒くなってしまって使い方、うん、で、例えばなんか畑を作ったり、はいはいはい、なんか昔の神殿の柱を使って、で自分のなんか住宅を作ったり、いわゆるもうぶっ壊されたんですけどで、なんともうこんな感じになってたんですよ。なんかこの教会はね、 あそこの教会なんで、あの私たちが今これ映ってるやつですか。そう、はいはいはい、なので私たちが今ここら辺にいるんですよ。なんかこうしてもね、はい、もう全部住宅、なんか下町のような感じだったんですけど、しかしこの後ろの建物がね、建て上げた時は、はいはいはい、この遺跡が出土されてて、はい、もちろんね、みんなが、あ、やばい、なんかもうなんか綺麗に整理しないとダメなんで、で、今ね、現在に至るっていう感じなんで、ね、まあ、でも本当に最近な感じなんということで、なんか昔からこんな感じだったというわけではないんですよ。はいはいはい、はい、もう今は、あ、すごい人、もう全く違いますよね。あれツアーですか。ツアーですね、もうバリバリ観光地みたいに、確かにね、はい、あの両方この道路を映さないとすごくなんか昔、なんかその、はい、いつの時代だろうみたいになるんですけど、この見えるかな、この真ん中の道路とか映すと、はい本当なんか観光地だなっていう感じになったんですね。こういうのってね、まあ、当時の人なんてこんなふうな、こんな金儲けになるなんて思ってないから当たり前ですけどね、はい、骨董品とかも同じで、実はすごくの未来は価値の出るものなんて当時の人知らないからね、はい、雑に扱って、でもなんか美しさになんかスマイルと美しさということ自体がちょっと分からなくなってしまいますよ。もう全部当たり前のようになってしまうので、まあ、僕はしてもいいんじゃないということなんで、いっぱいあるから聞いた、名言来ましたよ。聞いた、いや何でもそうだよ、人間関係でも当たり前なんてないから、もうみんなが獣になってしまうんですよ、当たり前なんてないからいつまでも好きでいてくれるとか思ってないもね、当たり前じゃないから。